皆さんこんこにちは。簡単ウクレレ教室がズレルのガでございます。今日はですね、えー、ベトナムのモジャ君ズームでつなぎましてですね、えー、ちょっとこれからの季節、えー、冬の季節にまあ突入ということでこのウクレレたちにとってはですね、まあ、乾燥の時期になるということで、まあ、ウクレレってですねやっぱ木でできているからいろいろ注意することがまあ,ありますと最低限注意することがありますよということで、まあ、あのご存知の方ももちろんいると思うんですけど そういう方確認を含めて、ですねこれから,から乾燥の時期になると何が起こってで、そういうふうにトラブルを防ぐためにはどうするのがいいかみたいなことをです、ねはい、g l o ラボのウクレレビルダー、もじゃ川上氏に、えー、ご登場いただきまして、えー、設計とを作っている、えー、職人さんの目でちょっと解説をしてもらおうということで、えー、ベトナムチ置ンのもじゃ君、よろしくお願いします。とということですけれど <laughs> はい、えっ、ー、と、じゃあ、ざっくりちょっとね、えー、もじゃくんの方から説明してもらおうかな、このクレレっていうのは木でできてるから、木っていうのはね、やっぱりその、えー、湿度とか乾燥とか、夏もね、気をつけなきゃいけないんだよねそうですね、まあ、日本、四季があるので、温度、湿度の変化が激しい、まあ、地域になるので、はいはい、やっぱりあの木には影響は大きいですよね。 うううううんうん、うんんんなんで、うん、まあ、だからそういういい状況で、こう、はい、ずっと長くね、いい状態を保つために、なんかえっと気をつけることをちょっと教えてくださいということですね。はい、えー、っとですね。まあ、これから冬、まあ、もうもう今、冬なのかもしれないですけど、<laughs> そっちね、季節、ね、寒い時期がね、常夏だから分かりづらいんだよね。<laughs> そう、冬ですそうですね。<laughs> 冬。<laughs> 冬でまあ。 冬には気をつけることっていうと、やっぱり、あのー、一つが、あの、寒暖の差の激しいところは避けるっていうことですよね。うん,う,んうん、これ大事ですね。そうですね。だから、あのーまあエア、エアコンだったり、ヒーターとかのそばとか、うん、まあ,あと、あの、直射日光の当たるとことか、うん。ストーブの近所とか置かないほうがいいってことだよね。うん そう,そういうことですね。うん,うん、うん。まああともう一つは、やっぱりあのこう同じように、温度、湿度もやっぱりはあの差が、温度じゃない、湿度、湿度ですね、湿度の差が激しいところにも置かない方がいいということですね。うん まあ例えば厨房ですごい蒸し料理とかしてて蒸し蒸しのところから急に乾燥してるところに置かない方がいいってことだよね、まあ、まあ大げさに言うとそうですそうですそう,うそうそうそう例えば環境があんまり変わるところっていうのが良くないってこところねそうです変化が激しいとあの木が割れたり曲がったりとかっていうのが起こりやすいんでそうあんまり変化しないところっていうのがまあ その技術的なところで言うと、うん、まあそこがポイントになります僕がねいつもそういう質問を受けた時に答えてるのは人間がやっぱり気持ちよくて心地よいところに置いとけば、うん、夏でも冬でもあの結構いいよっていうことを言ってるんですけどそんなイメージでいいんですよね。 まあそんなイメージでで大丈夫です人間もね、急に、うん、要はヒートショックなんつって、暑いとこから冷たいとこ行って、ひゃーってなっちゃうみたいなのも、まあ、あると、それと同じだという認識だよね、多分ねそうですね、そういう感じで捉えてもらえれば、まあ、それほど大きな事故にはならないかなっていうのは思います、ねまあ、じゃあ逆に、冬になって、じゃあ乾燥したときに、うんうん、そういうケアをしないと、どんなトラブルが起こる可能性があるんでしょう。 あのー、なんていうんですかね、まあ、ちょっとイメージの話になるんですけど、一言で言うと、あの木が割れやすいって言うことですけど。トップとかボディが割れやすくなります、一つは。こういうところにこう、うん、割れが入ると、ね、そうです。っていうのはあの、木の中に水分があのかなりえ、常に入ってるので、それがあの抜けちゃうと、乾燥でね、木がこう、うん 縮んでいくんですよね。その抜けた分の水分だけ縮むので、はい、こう、こう弱いところがパシッと壊れるっていうことですよね。はいうん、で、あともう一つは、えー、まあ、これは寒暖の差、あの湿度の差にもで起こりやすいんですけど、ネックが曲がるっていうことがありますね。ネックが、こういうことですかううまあ、そう、そういう。 どっちに曲がるかは分からないです。さ順反りと逆反りっていうんですよね。まあ、そ,うそうです。順反りと、でいいが動力がこう、<の>引っ張られるってことですよね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。木が柔らかくなると、まあ、曲がるんで。あと、大体、いいその順反り、逆反りって、こう、2つにくくられるんですけど、大体、うん、ねじれてます。 大体ねじれます。斜めになるほどねじれることの、はい、その方が多いですね。<ー>ねじれるとかなり、あの、えー、演奏に支障が出るので、それは、寒暖の差が起こりやすいですよね。 あと、よく一般的に言われてるのは、その湿気と温度の関係ももちろんあるけど、弦を弾いた後、緩める、緩めないっていうまあ論争というか、昔からギターとかでもね、よく言われてますけどはい基本的には僕のね、認識だと、えっと、一般的ないいものだったら、あ緩める100、100%緩めた方がいいってことですね、弾かないと,と。で、そこをギリギリで攻めたいのが G ラボの設計というふなイメージなんですけど、どうでしょう そうですね。ええー、ここう、こう、わが社というか、あの、ね、うちのウクレレの G ラボの、えー、生産しているウクレレは、まあガズのわがままウクレレシリーズですね。うんうん、は、あの弦は緩めなくても大丈夫だと思います。 最初ね、設計するときに、その本当は緩めたほうがいいっていうこう、短板ウクレレっていうのはですね、やっぱ緩めないと限度引っ張る力がもう50キロとか60キロとか言われてるらしくって、これが、木がもうこういうふうになってくるわけです結局は。と、ボディが浮いてきたりっていうのがあって、それ、緩めたほうが絶対にいいんだけど、なんか毎回毎回チューニングし直すのはやっぱ大変だから、そこどうにかならないかなっていうところから、最初スタートしているから、それはすごく助かるとはいえっていうとこでしょ。 そうですね、今の,その緩めなくてもいいっていうところのポイントが2つあって、まあ、1つはあのうちの暮れレレうボディをちょっと頑丈に作ってあるもので、強度的にちょっと強いよっていうのが1つと、あとあのこう出荷時から張ってあるあの柔らかい弦ですね。その弦があのその引っ張る力が弱いんですよ。はははいはい、はい ボディーが,が強くて引っ張る力が弱いということを考えると、それほど気にしなくてもいいのかなっていう見解になります。じゃあ、例えば、えー、とみ,みんなが、ね、いろんな弦を試していく中でものすごくストロングな弦を張ったら、まあ、そういうリスクは高まるってことだからね、まずはそうですねあのあのあの、うちで作ってるウクレレでも、あの、うん、少しストロングな弦を張ってやる場合は、 やっぱり緩めた方がいいですよねああ、まあまあ、本来はね、楽器は緩めた方がいいってことには、うん、まあギターとかベースも含めて全部弦楽器は、ね、緩めた方がいいですそうですあの本。本来は緩めるべきです。はい。でもやっぱり日々使うのめんどくさいですからね。なかなかあの特にウクレレのユーザーって結構ラフな、ラフに接したいっていう、うんうん、楽器とラフに接したいっていう気持ちは強いので、できるだけそういう あの手,間手間っていうのは、うん、まあ省略したいなっていう気持ちも、うん、まあ自分にもあるので、うん、そういう設計にはなってますけどただうちのウクレレじゃない場合は、うんえー、やっぱり緩めて保管するのがベストですね例えばその安いね合板って言われる素材の方が案外丈夫で反らないんですよねあのやっぱ短板ってもう無垢材がやっぱり 1> 木1枚だからそれが強度がないってことだよねう、うん、だからまあもしこの動画を見てる方でその短板ウクレレって言われている他のメーカーのものはですね結構やっぱりなり重視ですごく薄く作ってあるから僕もいっぱい見たことあるここがね木がこうやってボコッと浮く浮くんですよそうすると原稿が高くなって、ね、そうそうもうひでえことになっ,てなっちゃうんですよねなんでそこは気をつけた方がいいなって感じかな<う>、うん、まあ逆に逆に言えばあのまあ まあ他のメーカーのウクレールでも、えー、うちの柔らかい弦を張ってもらえれば緩める必要はあるかもしれないですけどまああんまりその気を使う、ね、そうですリスうんそうあ、うん、壊れるリスクは下がるのかなっていうもあ,いあれがね この柔らかいウクレレ弦はなかなかいいですね。あのー、これね、柔らかいウクレレ弦。そう、そう、かなりいい、いいそうですよ,い,い,い,すよいつもこれ貼ってますね。はいぶ入ってるしね。まあまあ、そういうのも結構あでかいね、はい、要素としてはな。ううううんんんん。はい。そうそうそう。あ<ー>まあ、そういう、うん、弦、張ってある弦と、ボディのもともとのその合成、丈夫さですよね。 うんうん、バランスでえうちのウクレレはそこまで気にしなくてもいいよ。かといって、過度にラフに扱いすぎると、やっぱり木なので。あとやっぱりずっと引かないという可能性があるときは緩めといたほうがいいよね、毎日引く人はいいと,いいとしてそうですね、例えば、まあ、冬は引かないとか、夏は引かないとか、うん。<laughs> かあバイクじゃないですけど、<あ> <laughs> そうだよかバイク、あのそう <laughs> ガソリンをコックを閉めとくみたいな、あそうかそういうのあったりしますけど、うん、まあそういう感じで、長期保管の場合は、やっぱりケースに入れて、うん、外に出しとくよりは、ケースに入れて、弦、まあ、を緩めて保管しておくのが、やっぱリスクは圧倒的に低いですよね。うんうん まあ普段使う毎日ね触っているんだったら本当ソファーとかそこら辺にいつもリビングルームとかでこう人間が心地いいところにまあまあ置いておく分にはまあ G ラボのウクレレたちだったらまあひと技は大丈夫かなということですけどまあ一般のウクレレを使ってる人だとね結構やっぱりチューニングを緩めたりチューニングし直したりっていうのまめにやった方がまあおすすめだぞという意味でもまあ G ラボのウクレレそこがね僕も最初狙ってそれでも短版でねやっぱすごいいいなりを生むっていうのがやっぱり難しいところに 今挑戦してるっていう感じなんだよね、G ラボのウクレレっていうのは、それが今、まああので、あともう一個聞きたいのは、あの木材の種類によっても基本的にはその、はい、ずっと共通でいい,んだいいんだよね。いろいろな木材があるじゃんいですットだとかメイプルだとか、うん、これもねメイプルだし、ね、アカシアだしってことで、マホガニーとかね、まあ。木材の違いはあの関係ない、全部同じと思ってもらっていい そうです、そうです、そうです。あの気を、気をつけポイントは、例えばさ、寒いところに住んでるとか、うん、暖房我々のところから、うん、ちょっと今から外にウクレレ引きに行こうかとかって、そのまま外にマイナス10度のところに、もう暖炉であるとだね <laughs> そ,そうですね、そういうことです、<の>そういうことですあの。温度と湿度が極端に変化すると、本当にパシッといく。うんうん 目に見てパシッといくぐらいの変化が起こるので、そういうのはやっぱり避けたいですね。ね僕もあの前も言ったかもしれ昔なん。昔、青森でライブやってる時に、もう中まあなんまんの蒸し暑いとから青森だから冬なんだけど、外出た瞬間にギブソンのギター塗装がもうバキバキバキと一瞬にして <laughs>、クラックが入りました。木が縮む自分のな そう、夏の間に、あの、ウクレレを外にずっと、こう、置いて、引いたりしてたら。だんだん、ネックがそってきて。<laughs> そりゃ、そうだ。一 <laughs> 日で圧倒的に、そ、そったみたいなことも、ありましたから、ね、やっぱ、それぐらい変化が。はもう、完全ダメだ、だめでしょうね。家の中でも、気をつけたら、西日がさ。西日とか、冬になると、家の中まで、光が差し込んでくるからね。そう、そ<れ>直射日光って、やっぱ、そ、そこ、当たってるとこ、熱くなるんで。ああ、そうだ、ね。あの。 やっぱ気をつけた方がいいですね,そうねあとエアコンの吹き出し口気づかないうちにエアコンの風が直当たりになってるところもあるかもしれないからねそ<う>人間がいて嫌なところは嫌なんだ結局、結局ね同じだよね。 うんうん、そう同じだと思いますね。うんうん、まあなんで本当だからその説明が僕れ一番なんかさシンプルだなと思うんだよね。いつもなんかいろいろ湿度とか,なんか何パーセントとか言ってる自分が居心地がいい空間にウクレレも置いといてやると一番いいよみたいなことをよく言ってるけどね。うんうん、まあまあそういうことですね。あいいね。そうですね。まあ、はい、そう、あのだから温度変化変わり変わるようなところにあの、まあ、移動持っていかなきゃいけない場合は例えば。うん ケースに入れて、うん、一回クッションを置くっていうかね、あのクッションじょ、徐々に温度をゆっくり変えるっていうこととか、気をつければいいかもしれないです、ね。<laughs> でも、ほんのちょっと気をつけるだけでもだいぶ違うと思うからね、まあ、こういうのはなんか、どっか頭の隅っこに置いといたほうがいいかもなということかなということですね。そうですね。うんまあ、あと、まあ、いろんな、あのその、うん、冬場に起こりやすい。 どうしても、どうしても乾燥しちゃうんで、冬場って。あのー、フレットの角が飛び出して、ここね、あのー、<お>そ,うそうです、そうです、そうです。これ触るときに、ふらってなるんだよね。うそう。うちのクレレは、あの、ちょっと気をつけてはいますけど、あの、何年も経ってくると、どうしても木全体が縮んでいくると、金属だけは縮まないので、どんどん飛び出していくっていう。 うちのウクレレじゃない場合、あのねあの例えばいい <laughs> あの楽器さんに言ってもここ触った方がいいですよ、皆さん、ここ怪我する子供とか、本当、フレットのバリっていうんだけど、あのちゃんとあのあのケアしてないウクレレは、ね、ここ、バキバキになって、本当、引っかかって血が出るぐらいの勢いなんですけど。 J, J ラボの遅れるは出荷時はやってるけどね、だからその何年も10年、5年とか10年引いていると、やっぱ乾燥して出てきちゃう可能性があるってことだよ、ね、可能性はあるもどうしたってそこはあのー、そう、あのー、なので、丁寧にはやってるんで。 出にくいというか、出るのに時間はかかるんですけど、すごく、うんうん、それが何年とか10年とか、タイが出るんですけど、ほのメーカーのものとか、あのちょっと安いウクレレで処理が甘いものだと、冬場にめ,っ,め,めっちゃもう飛び出しちゃう血だらけになるんじゃねえかっていうような状態に。いや、実際ね、弾いててね、血出しちゃう子いるんだよね、そのフレットのところで安いウクレ,レレ使ってて、それはちょっとあまりにも説明なっていうのがあるからね。 そういうことは、あの他のメーカー、安いウクレのを愛用されてる方は、どうしても冬場って、そのトラブル多いんですよ、うん、もしそうなったらさ、<laughs> あのもう本当に、あのうん、なんつうあの、なんと金属ヤスリのちっちゃいので、ちょっとガリ削るぐらいでもだいぶいいよね、それ,それでもね。 木も削っちゃうことも仕事で。うん、本当はそういうプロがメンテナンスしたら一番いいけど、まあ、ちょっとであれば僕もよく自分で、あのー、この遅れるじゃないけれども、自分のギターとかでもまあそういうことやってるしね。うん、まあ、サンドペーパーとか、やすりとか、<ー>そういうものでちょっと気になるところが、まあ、小さいエリア、1>, <ー>1個とか2個の場合であれば、ちょちょっと <laughs> <ー>やれば。あの だいいぶ違いますそう、ねまあ、使っていると、やっぱ何でも使っていて、そういうふううのはまあどの楽器でも起こり得ちゃうっていうことだからまあ気をつけておいてくださいってことかな。まあ、それは、ね、だからケアした方がいいってことはやっぱりね。そうやって考えてみると。そうですねやっぱりあの、まあ、そのフレットに関してはケアをすればなりにくい、そういう状態に、えー、起,こ起こりにくい、起こるのに時間がかかる。うん、それが本当に。 ね、あの5年でなっちゃう人もいれば、うん、30年でやっとなるっていう人もいるでしょう、うん、それぐらいケアで変わりますよっていうことですね,あね、うん、まあ目指せそういう状況ってことだね<う>まあでもこのこういう話っていうのは一応ねあのまた定期的に今度夏が始まって施設が多くなるときもまたこれをやろうと思うんでねまあまああのー、ね G ラブのウクレレを買った方とか他にもウクレレを買った方でんなんか ね、あのケアの仕方わかんないっていう人が、まあ、いるかもしれないから、こういうのはちょっと定期的に、まあ、毎回同じこということもあるかもしれないけどね、まあ、やっていきましょうということで、なんかえー、と参考になればいいかなと、まあ、いうことでござるということかなと思います。そっちはあの常夏で超暑いでしょ、はい、こっち暑いですよ。今日も汗だくですよあそう <laughs> ちょっとあの僕はあの <laughs> そう、もう5年ぐらい日本から離れてるんで、うん、その冬場のその感覚がもうなくなっちゃって、<ー>ちょっとあ、あの、そうですね。仕事というか、あの、わ <laughs> からない、わからないんですよ。もう忘れちゃって。いやー、来たらすぐ思い出すよ。寒いよ、だって。まあいい、風情もあるけど、ね<あ>はいはい。<う>あと、そうだ。 あの旅レレもあのちょっとあのこちらに到着したとか、まあ、今、順調に今、工場もあの、ま、たあの大変お待たせしちゃってるんですけどね、皆さんにね、あのうん、あのスタッフ一同張り切って、えー、最強の遅れレ,レを生み出してますんで、まあ、引き続き、えー、体調管理、あの万全にあのやってください、本当、はい。なんかどうですか、なんか新しいなんか技術とかもいろいろ開発されてるんでしょう。 そうですね。あの、旅入れ,れを作るっていうことで、あのー、やっぱ新しいその技術、うん、あ作るのにあの必要な技術ですけど、うん、ブリッジを、まあ、貼り付けるあの方法を変えたりとか、うん、そもそもブリッジの接着面を、えー、剥がれにくいように、うんあの、同時に変えたりとか、挟めない,、ねまあ、いろんな、 あのそう挟む、そう,そうですそれで挟んだら割れちゃいますからね。だから新しい技術が必要だということ、<う>イノベーションを起こしておりますということ。<う>まあ、誰もやってないからね、っ手作りで道具を作って。<laughs> <laughs> だからこそねもうこういう新しいあのー、今までなかったかつてないものがいっぱいいっぱいできるわけでさいろいろねまあそれはもうどんどんあのー、最先端でやっていきましょうと引き続きよろしくお願いしますということでございます。はいなんかまあ質問とかもじゃくに聞きたいこととかあったらですねまあ、この動画のコメント欄でもあのー、ガズレレのですね お問い合わせのところでもなんか企画に気軽に聞いてもらって、えー、またなんかねウクレレライフを楽しんでもらえればなというふうに思いますということで、えー、今日はこれから乾燥の冬の時期になる前に、えー、前にっていうかもうなってんのかもしれないけど、えー、ちょっとあの注意点を、えー、もじゃくと一緒にシェアしてまいりましたということでご参考にしていただければというふうに思いますはい、はいえー、そんなわけで、えー、ベトナム暑いけれども本当にえみんなであの最強のウクレレをいい感じでね、えー、生み出していってください よろしくお願いします。はい、じゃあねー。またー、はい、はい。バイバイー。